ははいなさんこんこにちは元気なアジです今日は3月の23日11時36分です。ねえっ、ー、と、久しぶりにね、今日は成功者への道。ねこのシリーズの動画のまあ一つとして、今回はね、動画を残したいと思います。まあ、いつも通りのね、あのーまあ、文字とかね、あのパラパラパラってこう資料みたいなのはありません。 この動画えっとね今日朝ねまあとある、まあ、YouTuber の方の,あのお話、まあ、雑談をね聞いてましたそしたらねあ,の、まあ、ある方の、ねまあ、Twitter でのまあ、まあ、もう目事というかトラブルというかまあそんなようなことを、まあ、見て話してたんだけどもね、まあ、おじいはもうずっと昔からね 生配信であの配信する方に言ってることがあります、伝えてることがある。この YouTube の動画でも常に、ね、言ってることがあって、まあ、それに関連した内容でした、全く同じ、ねで。それは何かというと、タバコです、タバコタバコについてあの。例えばね、YouTube の動画内とか、YouTube ライブでね、タバコ吸いながらね、やるのは勝手。 うん、その人の自由なのであの好きにやればいいあの視聴者側はねあ見る権利見ない権利あるわけですね、まあ、そこのところに自由があるので、まあ、それはあの配信者の勝手ということを先に言っておきますでここから先はあのこの成功者への道のシリーズなのであくまでも YouTube で 結果を残ししたたい、い、成功したいそういう方たちのための心構えとしておじいからのアドバイスになります、まあ、これがね正しいか正しくないかは聞いた人がねどう思うかによって答えが出てくるので、まあ、そういう形でねお話を聞いてもらえばいいなと思いますでおじいはねあのインターネットで、まあ、あのチャット時代から入れるとね、まあ、30年ぐらいの、 キャリアがありますでこういう、まあ、動画関連のやり取りっていうのはねヤフーの, Yahoo の、ね、メッセンジャーミータのとかあの他の、まあ、サーバーやってる、ね、サーバカーさんがいてそういうところのやつであのこういう動画なんかもねあのやってるから、まあ、動画配信が5年っていうともうちょっと長いんだけども、まあ、ライブ配信アプリが普及し始めてからもうあの6年目に入ってるよねおじいの場合ね。 でその中で自分もあのいっぱいそういうのを見てきて経験していろんな人を見てね思ったことあとあのおじいの場合は専属配信をね2つ経験していますでそういう、まあ、あの立場を経験したものからおじいの意見をここに残したいと思います YouTube でまず真剣にね成功したいなと思ったら まあいろんな先輩たちのね動画まず見てみましょう。タバコ吸いながらプワーってやってる動画、どれぐらいあるでしょうかどうあんまないでしょあのどっちかっていうと、もうあの、まあ、アイドル並みになってる人でも、なんていうの、あの、まあのまなんていうのかな、こう たまにあるかもしれないけど、それはあの、まあ、ちょっとこうタバコを吸ってたばこを吸ってくるねとかあるけど、でも大体どんなあの若い子でも、プロでやってる人はタバコ吸わないよね、一部の例外はあるにしても。で、まあ、それがね、普通の,あのプロの配信とあのやっぱり一般の配信っていうのは違うんだよ。 でツイキャスみたいなさああいう、まあ、雑談のダーッとした遊びの配信もあればプロの配信者もいるよね。でそのプロの配信者は広告のためにツイキャスとかやってるよね。知名度アップのために。それでメインの YouTube なりニコ生なりそういうところに来てもらうっていうね。であのお仕事もらってああのねあの稼ぐっていうまあ、そういう方向でやってると思うんだよ。でその中でそ中 あのまあ、一般の人っていうのは大体いたいタバコを吸いながら配信してる人が多いでおじいは昔から言ってるようにあのタバコと棒読みちゃん使ってるところはおじい速攻で逃げます、うん、で自分が嫌だなと思ったものは、うん、やっぱあの他の人も嫌な人がいるんだろうなって思うんだよねそれでねあのー、その タバコを吸う時に正面向いてパーッてやる人いるよねもうこの人はおじいが思うに人間的にだめ、うん、常識がないで社会に出てもそういう人は失格業とかね営業とかは絶対にできない人だめ、ねうん、自己中だ自己中だと思うで横向いてふーってかってねやればいいのかってね もうあの根本的に、ね、その素人の一般の配信だったら、ねまあ、正面拭くのは常識がない、まだがない横向いて拭けばいいのかって、まあ、そこら辺で、ね、あ,のあるかもしれないけどそれはちっちゃなちっちゃな仲間一同の中で、ね、やってるから別にあのそこら辺で友達と会ってる時にタバコ吸うなって言わないでしょう別にタバコ吸っていいよってするでしょう、まあ、そういう感覚のちっちゃいちっちゃいね コミュニケーションの中の素人配信者はそれでいいと思うんだよ。であのユーチューバーとしてね、あの成功したいんであれば、おじいはタバコ吸うのはね絶対にやめた方がいいと思う。タバコ吸いたかったらね画面の外で吸う。それはあのこう編集してる動画の中でそんなシーンいちいち使うことないよね。YouTube ライブの場合ではね、あくまでもね、画面の中で吸うなってね。でもそのライブ配信してる時は あのタバコを基本的に吸うな、タバコし吸くるんじゃなくて、一回切ってから吸えってね、そう思う、おじいも結構ね、あのやっぱあの好きな配信者は何人かいてね、うん、で特にあの女の子なんかもそうなんだけれども、やっぱあの面白い、楽しい配信者であっても、たばこを吸っぱ、ね、タバコしてるのを見ると、げ滅だもん、一気に熱が冷めてあの、あーって感じで、見に行かなくなる、うん、本当ね。 まあそういうものが、ね、あると思うよ世の中にはねでやっぱりねあのテレビの世界でもそうだしねまあ鮭とタバコっていうのは未成年に悪影響があるだからそういうことでねあのいろいろ規制されてるよねで YouTube っていうのは未成年も見るよねだからさ大人としてそういうものをねあの子供も見てるのにふーってやったり ふーってやったりねこれが果たして子供の目にどう映るかなんだよ憧れの YouTuber として見えるかどうかなんだよそれがね、うん、であの、まあ、特にねあのお酒とかタバコっていうのはもう中国とかの方ではねものすごく厳しいですであの、まあ、スポーツ界では F1 なんかでもね あの今、もうタバコのスポンサーはね全面禁止です、ね、どこだっけな、フェライかどこかだったかな、あのアイコス、アイコスの,あの会社とスポンサー契約もするんで、アイコスだったらタバコじゃないからいいのかで、ね、多分ダだめだろうなと思うんだけど、まあ、どうなるかちょっと見ものって記事があるんだけどね、まあ、おじい、最近、ファン全然見ないんでね、本当、つ、うん、まんないんで、もう車もつまんないし、なんか見どころがないんでね。 まあそれはそうとしてねスポンサーからも外れるねで今、世の中はもうほとんどさあの表でもねタバコを吸っちゃいけないところもあるしね食べ物屋さんは今もうあのまあ一頃喫煙席禁煙席ってあったけども今、もう全部ダメなところが増えてきてるでしょそれぐらいやっぱあのタバコを吸わない人の権利要はあの受,受動 なんだっけな,なんとか事件っていうよね、なんかあの直接してないのに他の人の空気で、あな,なんていうんだっけ、あれ、ね、な,んなんとかなんとかっていうよね、ああいうので健康を害する、ね、だお隣さんが蛍族でね、ベランダでして毎日こっちに入ってきてね、ぎほぎほするって、ね、あの訴え,訴えてやるっていうのもあったよね、よくね、まあ、それぐらいね、やっぱり庄内署の健康を害するっていうね、それはもう迷惑以外の何者でもないんだよね。 じゃあ、動画なんだから、煙がいくわけじゃないんだから、いいじゃないかって思うでしょでみんなさ、こちょ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 ってやってさ、くすぐたくなんない梅干しこうで出してさ、うーんって言うの、一個食べてうーんってなったら、みんなも酸っぱいって思わないそういうふうに連想しませんかするでしょたばこの煙を、ふーってやられたら、 吹きかけられたよようなな気分になるんだよ見てる人は不快に思うよこれ絶対にで今そこにいる人はいいかもしんないよ馴れ馴らしく話しできる人は潜って見てる人もいるし新規で見てる人もいるんだよそう,うそういう人に対してふーってやってるんだよねあ,のあまりにもね配慮がないでしょ だから上を目指す配信者としては失格なんだよ、それはね。あのこれね、契約配信者ではありえないことです。あの、まあのま普通のね、一般のツイキャスとかふわちとかさ、ファンライブとかさ、ねあのそういうのはいいよ。でも多分ショールームとかもそうでしょう。ステージアライブの接続の時ももそうだったしね、市田田もそうです。ねあの タバコはもう絶対的にダメです。禁止です、ね。一般の人はどうでもいい。ただ契約の配信者はあの看板なわけだから、それをやったらクビです。接、ね、続配信解除されます。それはね。やってはいけない内容です、ね。規約違反になります。それぐらいね厳しいです。本当ね。絶対にありえない。あの本当、昭和の時代はね、 映画でも何でもタバコってるシーンとか、ね、酒飲んでるシーンとか、生配信でもね、酒タバコをしながらね、深夜の番組なんかあってはね、いっぱいね、今ないでしょ、そういうのって、あんまり。ね、まあ、キリンビールとかなんとかの、あのー、ね、なんか料理作ってたのもね、タカタカってね、最後にこう、ついたのみたいな、はい、乾杯なんて、こういうのあるかもしれないけども、ね、また、あ、普通に飲みながらどうのこうのってのは、今あんまないでしょ、ほんと、昔みたいなね。まあ、それぐらいね、 やっぱのお酒とバコっていうのはねやっぱり影響力が大きいので、ね、特にやっぱ店員に対してもあれだけども世界の動きがねそうなってるんです。YouTube だってそんな世界に発信してるんだよ日本の人だけが見てるわけじゃないんだよこんなおじいの配信でもあの日本じゃないところ何パーセントかあるよ、見られてるよ。ね、だからねねやっぱ、ね そういうことを意識してね世界中の人が自分の,あの動画とかライブをねあの見ることがあるんだということを意識してねまずあの配信なり動画を作らないといけないんじゃないかなとおじいは思います。それでねあのそのタバコを吸ってればいいなんだけどもまあ嫌な人は見なければいいねだからまあおじいはすぐに逃げるよあの見てた人がね あのボよみちゃんとかあのタバコふうってしてた時はもうすぐにパって逃げる、もう見てるだけでなんか、あのもう煙たくなっちゃうし、でしかもさ、大体、あの新規の方もそーっと見てたりとか、あと潜って見てる人とか、黙って見てる人って、やっぱ何かこう、料理作りながらとか、お昼ご飯食べながらとか、夕飯食べながらとか、ね、こうやっておじいなんかもそうでしょ、誰かの配信見る時っていうのは、 動画を作ってない時なんだよ。生配信をしてない時、動画を作ってない時が多いんだよ。あ時ご飯食べながらね、いろんな人もいいんだよ。そんな時に、ふーなんてやられてごらんすっごい気分悪いでしょね。だからいろんな人がいろんな状況で自分の動画を見てくれる、ライブ配信を見てくれるってことを想定してね、そういう配慮がない人間っていうのは、上に行く資格はないと思ってる、おじいは。 これあの社会の常識、ルールだと思ってる、これは。だからね、あの、まあ、このね、タバコについてね、まあ、おじいがあのまあね、こんな話してたから、今日おじいもちょっと取り上げてみようかなと思ったけど、まあ,あのその方の配信はね、まあ一般的に、なんていうのかなまあ、せめて横向こうよとかね、僕は気にならないよって言ってたけど、それはまあまあ、普通の。 その人対その人のね、人対人、知ってる人との付き合い、要はあの実際リアルの人と仲のいいのと同じ人を見た場合の話であって、ここと A さん、B さんとの間のことがまあ多いと思うんだよね。まあ,あの、その時の状況により、タバコ吸う人ほど人のタバコは嫌いって知らない。タバコ吸ってるから煙大丈夫でしょうって言うでしょ。自分のタバコ以外違うんだよ。他人のタバコはまた違うんだよ、本当。 いろいろあの、ねまあ、れるんだけれども、あの何,何がいい、悪いじゃなくて、配信者として、要は、上に行きたいのならば、そしてユーチューバーとして成功したいのであれば、やっぱね、あの世界ルール、ね、広く見て、グーグルのルールなんかも、要は銃の、ね、一部が禁止になるとか、そういうのも、やっぱあの銃の関する、 事件もあるし、ね、アメリカの州でね禁止されているものだしっていう、そういうものがね基準になってきてますね。ね特にあのお酒とかタバコなんてねそういうものも、あのまあ、お酒、1個こういうのが出るにしてもね、ねやっぱついで飲むとか、生配信の世界ではそうなんだよね、記約配信ね、だお酒を飲んじゃいけないってわけじゃないんだけれども、視聴者さんにお酒を飲んでるのを見せない、要はそのラベルを見せない。 ね、な何かについで飲んでいればいい。ぶわー、酔っちゃった、ウェヘヘヘヘってね、これだとあのろロバレでしょ、ね、普通に飲んでいればいい、ね、あのそれだとあの生,生ライブではね、あのまあ、ギリセーフということになります、ね、タバコはもうごはとです、何があってもだめ、画面から離れて、ふうって、くれならいいでしょって未成年でしてた人もいるんだけどもね。 あのもう散々注意してクビになった人がいるよ、スージアラームだけでね、うん。あんなものはね、あの気持ちよくない一部は、ね。一部の人がいいよって言ってもね、その人はあのその仲良し、小吉をね、リサーさんだけであって、その輪の中でだけでやってるならいいけども、それ以上成長できないよね。その分かってくれる人とだけ ね、あのワイ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 ってやってて、その中の人とだけ広告見てもらったり、なんか投げ知してもらえば、そこで満足できるんだったら、それでやってればいい、そのグループで、その人たちと一生固い絆でね、絶対に私から離れないでねってってね、首に鎖をつけてね、ねもう逃げれない状態にしてね、その人たちだけを勝ってればいい、ね、そこで満足できるなら、それでやってればいい、ね。おじいが言ってるのはね ユーチューバーとして、でまたあの生配信者として、上を目指すのであれば、タバコの配信はご法度ですということ、ね、見えなければいいというものでもない、もうそういう雰囲気をねあの、もう煙がポワーンって出たけど、おじい、げめちだもん、おじい、見てた人がね、あのラ,イブこライブ配信のこピッてボタンを押したときに、ここでくーっ,たって、ピッピッピッって消したからね、煙がポワーンってこう、ね、出ててね、あーみたいな感じでね。 もうそこでもうあのもうその動画見たい気持ちがぐわーって、えー、そうなって消えちゃったよね。だねだそういうね、やっぱりあのこうイメージ作りってもあるよね。たタバコ吸う吸わないがいい、悪いじゃなくて、やっぱりその YouTube っていうのは編集して見せるとかね、情報を発信するっていうものがあるでしょ。で、その中でやっぱ見せるものだから、ね。だからなるべく あの見せてプラスにならないものは見せないようにするそういう雰囲気を作るそういうところはねあの作らなきゃいけないんじゃないかなっておじいは思ってるで今現在おじいもね「週、あ、刊、のーまあ、ライブ」の専属配信者さんはねもう、あのーまあ、契約切ったんだけども去年の9月20日でねでまあそれ以降一回ちょっとこうフリーでね配信できるようになったんだけれどもまあ他のところの行く場所がねあ,のあんまないのであちこちいろいろやってみたけどね だから、ホームがないと寂しいなと思って、今は一旦にいます。その中でおじいはタバコは吸わないんだけどもね、お酒飲んだりはするんだけど、お酒が禁止、運転の配信も禁止です。ああ運転の配信はね、運転者がの配信というのは、もうスマホ操作が道交法で禁止されてるんで、おじいの場合はね、そこの一旦ライブでは、もうその絶対ダメなんだよ。横の人が持ってたらいいんじゃないかとか、見なきゃいいんじゃないかとか。 それはあのステージアライブでは良かったかもしれないけど石棚はダメあのもうきっぱりと車の中に入った空間の中での配信をダメってもう定義しておかないとこれはああなんだこうなんだという言い訳があちこち出てきて、ね、あのややこしいことになる、だからもう車の中の空間では一切配信は禁止ということになっています、ね。 でバッグの中に出てちょっと移動するくらいはいいじゃないかってあの思ったことあるんだけど、それもダメだめ、ね、だ、音が聞こえちゃうしね。じゃあミュートならいいじゃないかね、ね暗い目配信になるね。それも禁止ね。ねガンがらめなんだよね、これがね。で、おじいもね、あの配信する側としてはね、あ,のあれ、いいじゃないか、いいじゃないか、こうじゃないかとかね、うんまあ、そういう分かってくれる人だけでね、どんどん締めていけばいいじゃないかとか、いろいろそういう考え方もあるんだけれども、けれども、でも、 真剣にね、考えた場合、どうでしょうってこと、YouTube っていうのは、いわばね、お仕事なんです。ね、皆さんは、グーグルさんにね、要はあの契約したいみたいなもんです、ね、そこであの決まった要は条件、ノルマを達成すれば、要は広告収益という形で、要は収益をいただける、お給料をいただけるサラリーマンなんです。 ね、それでサラリーマンとしてお仕事で、ね、タバコっぽかかふーってねこれがありえるかってこと、ね、だから、あのー、要はなんていうのこの親族の、あのー、ない、ね、お金稼ぎ機能はあるけどもスイキャスとかねああいうとこでは普通のただのコミュニケーションツールだから、うん、勝手にやってればいい。たただだ見た人はそれで嫌だなと思う人は あの逃げるだけっていうね YouTube の場合どうなのかというと、YouTube は Google 様からちゃんとねあの広告収益をいただけるわけでしょう、ね。であのその世界ルールの中でやっぱりお酌とかタバコとか厳しいところがあるわけでしょ。結局ね、そこの国のルールに引っかかったりするわけなんだよ。ね だから今後、そういうのを、ね、なんか決まった場合にうわー過去の動画からタバコを吸ってるやつ全部消さなきゃなんないとかね、規約違反になっちゃうとかね、そうやってバタバタバタばた、ね、しなきゃなんない、最初からそういうのは、ね、や,やらなきゃいけない、タバコを吸うのを見せなければ成立したい配信なんてありえないんです。ね、だから、あの要はそのサラリーマンとしてね今は会社の事務所内でもタバコなんか吸いながらできないでしょう。ね であのいろんな方に、要は営業してくれるんだよ。一個一個の動画が、ね、毎日毎日、おじいの場合で言ったらこれ、えっと、今ね、2142人のおじ,いおじいのブレーンの、ね、要は営業マンたちが、いろんな新規の方に、この動画いかがですかって、ね、この動画いかがですかこんな情報もありますよ。いかがですかってね、こうやって営業をかけてくれてるわけでよ。その営業マンがね、 ピンポーンポすいません、レンタル w i f i の話なんだけど、あの今、お宅、何ギガぐらい使ってます申し訳ないやつがあるんだけど、いや、すごい男なんだけど、ちょっと乗り換えてみませんいつでもや薬品なんか、ないんだけどって、こんな営業マンが来たらどうするみんな。え、そうなのって話聞く気になる <laughs> どうごめん、いつもは飛んちゃった。どうなんないでしょだからそういう意識を持って、動画とかライブ配信を残すんだったら、それは営業マンとして残すんです。ね、そんな、こんだけね、タバコが嫌がる人が増えて、世の中がこんなに変わってんのに、タバコの動画を残す、タバコを吸いながら配信する、言語道断なんだよ、おじいから言わせると。ね、だからどんな、ね、あの,仲のいい方でも 落ちばいいタばコ吸う時はさ、ね、ってその場でね逃げるんだよ。タバコとボうゆみちゃんの時はねすっげー苦手なんだよね、ぱ、う、っ、ん、う逃げる。でこのタバコとかお酒に関してはあのタバコ吸わないから言うんじゃなくてこれは納得できるでしょ、皆さん、分かるでしょ。だからやっちゃいけないとかそうなんじゃなくて、ね、この動画は成功者への道の中のシリーズのね一環として動画を残してます。 ねここここ重要だよ、上を目指すのであれば、タバコの動画は残さない、ね、これ、鉄則だと思います、おじいはね。だからね、あのおじいの言いたいことは、その今日見た動画の方の言ってる趣旨とはまた違う方向性でね、ユーチューバーとして、ね、そしてこれはね、あのいろんな、ね、ライブ配信やってる方、いるでしょ。 YouTube 以外のねで YouTube 以外の配信で一般配信であろうと接続配信であろうと同じだよもしあの上を目指すんであればタバコ吸いながらの配信っていうのはご法ね、おじいはねそう思っています試しにねあのちょっと自分の中でねタバコ吸う人がいたら 変えてみればいい、うん、タバコバン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 する動画とねタバコ吸わない動画とね、うん、の後に後にどれぐらいのねアクセスの差が出るのかね、うん、やってみればいいよ、ね、絶対にね指示、あのー、されないと思うよタバコ吸ってる配信っていうのはね、まあ、一部の人はあの類は友を呼ぶとかね10、まあ、人といろいろんな方がいるから必ずね あの別にいいジャン魔犯がいるし、うん、どっちでもないよっていう人もいるし気にならない人もいるでもそうだそうだっていう人もいる私も嫌いっていう人もいるいろんな人がいる、ね、なんだったらそういう要はごちゃごちゃを起こさない状態っていうのがタバコの要は雰囲気を匂わせない配信これが一番無難じゃないかなっていうことなんだよね。 だから上に行く確率がぐんって上がるんじゃないかなあの、チャンネル登録してくれる確率が、ね、ちょっとだけ上がるんじゃないかな、再生回数も、ね、ちょっと上がるんじゃないかな、それによって広告収益がちょっと上がってくるんじゃないかなってね、そういう面で、あのちょっとでも上に行ける可能性があるのならば、1つずつ実行していくのもいいんじゃないかなっていうね、おじいの考えです。 まこれは10人となんだけどもね、まあ、参考にできる方がいたら参考にしてみてください。でこの動画に関してね、まあ、いろんな意見もあることでしょう、ね。おじいなところねコメントはねどん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 んね募集しております、ねであの。この件に関してはねあのもういろんな意見、ね、賛成派、反対派、ね、でもどっちでもない派の方たくさんの方の意見をお待ちしております、ね。ただあの そういうこテーマとは関係ない内容ね、元気なおじいの人格に関するね誹謗中傷とかね、ただのくだらない暗示の場合は、見ないでゴミ箱にぴょんあのー、排除しています、ね。で、ゴミ箱に一回排除して、ポンってやって、次のコメントがね、また似たようなもんだったら、その時はブロックします、ねおじいの。おじいのチャンネルはそういうふうにしてね、平和を保っています、ね。そんなわけで今回は タバコのお話でしたちゃんちゃんまあちっちゃってはねあのよかったよと思ったらねこのいいねをしてくれたら励みになります。またねバイバイ。